こんにちは、日野です。今少しね休憩中で本を読んでたんですけど、まあ、本読んでるのと、あとダイレクトメールがね、もう明日、ダイレクトメールを詰めていくので、その手書きの方があるんですけど、まあ、それを書いたりとか、してました。で、さっき読んでた本が、またタイトルがね、ちょっとすみません出てこないんですけども、思い出す、なんだったかな、思い出すと成功するみたいなそういう感じですね。思い出すと成功するっていうか、まあ、そういう思い出すことの重要性ですね。つまり何が言いたいかというと、これからね、その自分が何か望む方向に向かっていくのではなくて、もう初めからですね、その達成した状況に入ってしまいなさいっていうようなことなんですよね。で、達成した状況よりもさらに先のところから振り返るみたいな、まあ、そういう感じをしていきましょうっていう、まあ、そういうことが書かれた本なんですね。それを、まあ、思い出すっていう、ね、言葉で、タイトルがついてたと思うんですけれども、まあ、これは非常に重要なことだと僕自身も思うんですよね。もともと今ここにね、今この瞬間に全てあるわけです。で、それをあとは引き出していくだけなんですよね。自分の中で、それを思い出すっていうだけなんですよ。だから今ないけど、これからある状態に持っていくのではなくて、もう今すでにあって、それをあとは現実の、プロセス、現実化において、こうプロセスを通じて達成していくっていう、まあ、それを、現実化していくっていう、具現化していくっていうだけなんですよ。だから自分の内側にもともとあるものを具現化していくっていうだけなんですね。これが感覚っていうのが、もうものすごく重要だなって思うんですね。その本に書かれていた通りだなと思うんですけれども、もともとあるもの、だから僕たちが何かこう願望を実現するときに、今ないけど将来に向かってイメージするとかね、そういうことではなくて、もう今すでに得た感覚っていうのがすごく大事なんですよ。これが多分、願望実現とか、その物事を現実創造していくための、一番重要なプロセスではないかなって思うんですね。で、そういう意識になってないと、やっぱりもともとね、自分はないっていうね、感覚がすごく潜在意識的にあるんですよね。本当は今、ないっていうね、けど頑張ろうっていう風になっちゃうんですよね。そうすると非常にこう難しいんですよね、達成するのは。もうすでにあるっていう感覚にならないと難しいんですよ。で、そういう感覚っていうのがすごく大事だなっていうことをね、まあ、読みながら、今まだ全部読んでないんですけれども、そういう感じを受けました。だから何にしても、自分がもうすでに、そのなりたいイメージっていうのを掴んどかないと、臨場感を持って感じておかないと、そこに到達するのって難しいと思うんですね。今ないけど何とかやろうってなると、どうしてもね、こうないっていうね、ことが潜在意識に入ってますので、自分にはないっていうことを現実化していこうとするんですよ。だから目指しているけど、なかなかそこに到達できないっていうね、それはもともと自分の中にないっていう思いがあるからなんですね。それを、自分の中であるっていうね、ないをあるに変える、まずないっていうものではなくて、まずあるっていうね、感覚にしていくことが大事なんですよ。だから、まあ、全てにおいて言えることだと思うんですけども、そういうね、お金とかに関してもそうですよね。今ないっていうね、視点から見ていると、やっぱりないっていう現実が生み出されていくんですけれども、今あるっていうね、感覚、全て豊かさはここにあるっていうね、この瞬間にあるっていうことをね、感覚を持っていけば、やがてね、ある現実っていうのが、見えてくるんですよね。だから結局、自分の内側が外側に映し出されているっていうことになるんですよ。応援主は自分なんですよね。そのことを感じていただくといいのかなと思いますし、まあ、僕自身全てがね、こう完璧にできているわけではもちろんないんですけれども、ただそういう意識っていうのが非常に重要だなと思いますので、やっぱり今あるっていうね、感覚から物事を見ていくように意識をしています。まあ、そういう風にね、意識していけばいいんじゃないかなと思います。そのことを、まあ、豊かさの音声教材っていうのを出したんですけど、その中で結構繰り返し言ってますので、またよかったら、ね、機会があればこう手に取っていただければなと思うんですけども、とにかくこう
つい忘れちゃうんですよね。だから僕は自分でそういうある感覚っていうのをね、やっぱり忘れないでいたいなと思ったので、でもそれをもう音声にしてしまったっていうねだけなんですけれども、ただそういう音声を聞くことで自分があるっていうね、自分は、豊かさっていうのは全て今ここにあるんだなっていうことをね、少しずつ実感していけるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでちょっと同じようなことをね繰り返して言ってしまいましたけれども、今あるっていうね感覚、ここがもう一番重要じゃないかなって思います。今あるっていう感覚から見る、今全てあるっていう感覚だから、自分の夢は必ずもう、現実化これからするんじゃなくて、すでに達成してるっていう感覚ですよね。すでに自分は達成してる、でその状況情景を、リアルに思い浮かべるだけでいいと。であとは、それがプロセスとなってね、こう開いていくわけです。でそれが具現化していくっていうことになりますから、まあ、ぜひそういう意識でね、共にやっていきましょう。今回は以上になります。ありがとうございます。